ジョニー・トムソンはアメリカ合衆国のレーシングドライバー。マサチューセッツ州ローウェル出身。フライング・スコット・ザ・フライング・スコットの愛称で知られた。トムソンはミジェットカーレースで32勝を挙げた後、1948年にコニューイングランドのタイトルを獲得した。1950年にも再びタイトルを獲得している。1952年には、 トリプル A インスタンディビジョンのタイトルを獲得した。1953年からはトリプル A 及びユサックのチャンピオンシップカーシリーズに参戦した。1960年までに69戦に出走し、その中には各年のインディ500も含まれた。トップ10完走は43回に上り、7勝を挙げている。インディ500では1959年の3位が最高であった。 世界ミジェット選手権初代チャンピオンのロイ・シャーマンがトムソンのインディー500におけるチーフメカニックを何度か務めている。トムソンはペンシルベニア州ラング4における100マイルダートトラックレースを1時間未満でフィニッシュした最初のドライバーであった。その時の平均速度は100.174マイル、毎時であった。トムソンは1958年にユサックスプリントカー。 シリーズのタイトルを獲得した。1954年にもイースタンスプリントカー選手権を獲得している。1960年、トムソンはグレートアレンタウンフェアで開催されたスプリントカーのイベントでクラッシュ。車はフェンスを越えてフィールド内に宙返りし死亡した。1996年にトムソンは国際スプリントカーデンドを入りした。1997年には 国際ミジェットレーシング殿堂入りした。ABC バイオグラフィーアーカイブド v e d 2007年9月27日、アットザ・ウェイバックマシン、アットザ・ナショナルミジェットオートレーシングホールオブフェーム。ありがとうございます。